こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはいただいた、牛肉があったので、これでしゃぶしゃぶします。いただいた牛肉でしゃぶしゃぶします。ポテトサラダ、梅しそうどん、オムレツ LL 2個分、もう1枚 LL 2個分焼いてます。オニオンソテー、玉ねぎの炒め物、こんな感じになってます。はい、肝心の体重を測っていきます。さっき一度測ったんですけど、また便が出たので、すっと残便感があったのがだいぶ楽になったので、測り直します。便の出方でやっぱ測り直した方がいいですのでね。あれ、また増えてる。測るたびに減ったり増えたりするな。体重54.9、体重54.9、体脂肪率12.1、基礎代謝1298、内臓脂肪レベル3、筋肉量45.8、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.5。さっき55.6やったんですけどね。もっぺん測れんす。こんだけコロコロ変わったら困るわ。また変わんのかな。体重54.9、体脂肪率12.0、基礎代謝1299、内臓脂肪レベル、基本的に変わらないですね。さっきの54.9でいきます。はい、もう一度サムネイル、牛肉しゃぶしゃぶ、牛しゃぶですね。牛肉しゃぶしゃぶがサムネイルです。ポテトサラダです。梅しそうどんです。オムレツです。玉ねぎの炒め物、オニオンソテーです。全体でこんな感じですね。もう一枚焼いてます。オムレツ、今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。